こうか。始まるよ。はい、皆さんこんにちは、ガンママ、今日はですね、またですね、気温が盛り返しまして、今日はキス、まあ暑いと言ってもね、前の時とまたちょっと違う、まだそこまで行ってないですけど、はい、白原列ですね。こっちがうーちゃん、うーちゃんはい、こっちが、はい、大丈夫か、これはい、ウイです。ウリッコ、うちの娘、今日はですね、3話で、ウリ、その頭、その顔でさ、母さんのこと、ぬべぬべしたら母さんの頭どんなことになるかわかるかね。おいでおいで、ウリ、うん、ウリ、おいで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 、ウリ、あ、もうこいっちゃった俺まあ水浴びした後ですね、ご飯食べてるさ、ウイちゃんもほらカシナッツ、おいしいね、カシナッツ。なんかね、私ね、カシナッツ食べないと思ってずっとあげてなかったんですよ。だっけですね、なんとなんと、くるみに匹敵するぐらい食べます。でこの子たちほら結構ね、このぐらいあげるんですよ。見てください、カシナッツにこれイチジクね、これね、イチジク、ドライイチジク、してこれ唐辛子、してこれハイガイリのビスケットですね。それとくるみがね、下の方に、くるみとこれイチジク、あれでも入ってる、うん、これね、ペロッとほとんど食べちゃうの、これ。それと、うーちゃん、じゃ今日の、果物は、トウモロコシとリンゴと人参と、これブルーベリーと、あ、何入ってるかな。あとでまたね、ちょこっとなくなったら、ちょっと果物足すって感じ。はい、ご飯炊きました。今日はね、イナキビご飯食べようと思って、イナキビご飯でちょっとおにぎりして。うりーういたしてね、おとちゃんはここ。おち、ここで、天日干ししてます。おち、もうだいぶ乾いたね。ねえ、ほら、もうすごかったですよ、もう。もうなんかね、こうやってのじりつけてなんか水気を取ってるんだろうけど、こんなプラスチックにね、あえてプラスチックにのじりつけてもあんまり乾かないと思うんだけど、まあ一生懸命やってます、こうやってオッチー気持ちよかったでしょ。すんごい気持ちよさそうでした、水浴びしてる時。もうね、あの水浴びの合図があって、大体ですね、私があの台所でね、まあ、水をいじってるとですね、この子たちがね、集まってきます。そうすると、あ、水浴びしたいんだなって、水浴びの用意してあげると、始まります。まあ、すごかったです。まあ、あの水浴びのね、様子はいっぱいあげてるんで、そっちの方見てください。よいしょ。あれ、ウリおいで。ウリー。ウリおいで。これ。うちのうーちゃんです。ほら、ちゃんとね、ほらビスケットも食べるでしょ、まあ、添加物入ってないね、ビスケットですね、視聴者さんからいただいて、私もクリームチーズつけて食べることもあるし、まあ、いっぱいもらったんで、鳥ちゃんたちにもお裾分けです。はい、おい、どこ行くのさ、うーたろうは。お、はあ、よし、まあ毎日毎日ですね、まあこんな感じで、うーちゃんも、おっちもですね。そして、うりー、うりは、あ、うりあそこだ。うりもですね、こうやってね。うり、ほら、お外。あ、お空だよ、うり。うりはね、まだなかなか、自分の体を拭くっていうことをですね、おとちゃんとうーちゃん、一生懸命なんか、教えてるんだけど、全然。なんかこう覚える気がないみたいで、まあ濡れたまんまあえてずーっといまして、自然乾燥する感じかな。でもあえてね、最近はあえてね、毛づくろして、毛づくろじゃないですか、羽づくろ、あー、もうほら、十勝の空、皆さん、うちから見える窓から見える、空ですよ、これすごい綺麗でしょ、ほら。
今日はね、風がないみたいですね、全然。雲もあんまり動いてないですもんね。だからね、暑いんですよ、ほんと暑いの。はぁ、暑い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 。あぁ、暑い、暑い、暑い。あぁ、暑い。まあね、こんな感じでね、毎日ね、シュルハラと楽しく暮らしてます。本当にね、かわいいんだよ。ねえ、チドハダちゃん。チドハダ。オッチ。オッチはオッチですね。オッチはね、ほら、くちばしにね、ほら、黒いの、ほくろがあるの。これね、あの、ほくろと、人間のほくろと同じに考えてもらっていいかな。うん。ほら、うーちゃん。うーちゃんは、オッチの旦那さんです。いたちがポンチでも頼りになるパパです。これちょっとやめて、それ壊すから。もうほんと何でも壊すんですよ。何でもしたらちょっとあれだね、まあほんとにかわいいですよ。今ここで二人して夫婦二人でね、縁側日記ですよ。なんだかんだ言ってね、あの、うーちゃんの、なんていうのかな、売り上げに対するそういう、あの、エロウー行為はですね、なくなりまして、あれ多分、なんだろう、マウントかなんかなかもしれませんね、もしかしたら。要は、あの、自分が上だっていう、あの、ことを、なんていうのか、知らしめるマウントですね。うん。ここのリーダーだという、あのことを知らしめるマウントには見えないんだけど、でも今あれから全然全くあのウリの背中にね足をかけるっていうことがしなくなったので、ウリエルもめっちゃすっごいもう命かけるぐらいですね、体操を守るぐらいもう歯向かって向かってます。まあウリエルもねしっかりした女の子ですよ、本当に。まあ、しっかりしてるっていうか、なんかちょっと言いたくないかな。ねえ、ねえ、歌ろう。これでもね、あの、ほんとね、夜ね、仲いいから、一緒に寝てもらった方が私は楽なんだけど、やっぱりこの二人は二人の、やっぱりプライベート空間の巣箱なんでね、ウリエルが入ると、やっぱ追い出されちゃうんですよね。まあ、仕方ない。この子たちもやっぱりね、ひなちゃん、育てるとか繁殖ね、あの子育てする時にはねあるんで、やっぱりちょっとなんていうかね、やっぱここはダメだよって、チミが入っちゃいけないよっていう感じだと思います、でも別にね、あのなんていうの、オッチがなんかこうやきもち焼いてる風でそのウリエルをいじめるとかっていうことが全くないですね。全くない。あの鳥ってその自分が気に入らない、まあ気に入らないこうを、例えばいたとして、まあオカメ部屋のこれ話になっちゃうんだけど、まあガブさんのね、はい、弾丸トークが今朝もあります。聞こえてますか皆さん。あれウリ、よしよし。もうね、あのお兄ちゃんの弾丸トーク始まったらもう何にも聞こえなくなっちゃうんだもんね。よしあれウリ。かわいいでしょ。まあちょっと、まあこの話は今度、次回、します。あれウリエル。もうウリエルはね、私んとこ来てね、ほら、遊んどいでってピューってね、話すとまた来て飛ばしてほしくて仕方ないんです、この子。楽しいんですよね。私が、こう来て飛ばして、で、また戻ってきて、また、ピューって飛ばしてやるんですよね。なんですごい、それが。ねえ、え、好きだもんね。ピューンって飛ぶのね。ねえ。え、好きだもんね。でも、まあ、かつてですね、そういうことを望む、シロハラインコは、ウリエルだけです。はい、こうやってね、あれだけ喧嘩しても仲いいんですよーって。うん。では皆さん、さようなら、さようなら、うん、さようならって、バイバイ。
バイバイって俺バイバイしてバイ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 